さあさあやっていきましょうか。ラララシンズということで、まあ、前回はねいろいろとねなんかね脱出することもできない専用ということでね、でなんかやばいあの白髪のおじさんがねレーザー光線発射準備 OK ということで発射しようとしてたところを、まあ、なんとかねちょっとその発射方向をずらすためにあの小さい飛行機を飛ばそうぜということでね、なんかあのレイチェルがね口からおちんちんニョロ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 出しながら頑張ってあのしてくれて、なんとかそこをくぐり抜けながら今発射した飛行機に向かって、レーザー光線をねブキューってやったんだけど、まあ、残念ながらねあのちょっと時間がギリギリ足りなかったっていうことで、そのレーザー光線発射した勢いがこっちにも向かってきているということでございますんで、まあ、そいつをねあのなんとか今からくぐり抜けていかなきゃいけない、泳がなきゃいけないよということなんですけれども、果たしてそれがどうだろうね。こんだけ荒いことになったらもうタイタニックも大パニックっていうことになると思うんだけど、なんとかなるもんなのかね。はい、あ、しまった、今度はちょっとボタン押すのが早すぎた。で迅速な密着こそが肝要だ、我々は対局制御するための行動を起こす、まあ、そうやってねあの悪いことをし続けたっていうことなんですよね、まあ、自分の地位を守ってね。てかこいつが結局欲しかったって何なの、世界を征服することなのか、それともお金なのか、それともなんかただ あの自己満足なのかっていうのが分かんないけどね、なんかめっちゃ強弁垂れてるけどね、まあ、果たして君がね、ちなみにあの日本語の声はこれねオーキド博士なんですよね、まあ、もしくはキザルって言った方が分かる人が多いのかな。まあもうねあのキザルの声の方はもうちょっと亡くなってしまったんで、キザルが再び出てくるってなった時に果たして誰がその大役をつなぎでやられるんだろうかっていうところはあるんだけどね。さて彼らは我々の求める真実をつかむ、まあ4人ですね。さあまあそんなことをしつつね、果たしてどうなるかだね。やばいやばい、あ大胆セクハラ、やばいやばい、おっぱいは触れないからすべて腰だけでもって、であので臀部に股間を押し付けるというね、もうほんとブルドッグさんやばいですよ、それダメよエッチよということでビー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 言ってるんだけど、果たしてでこれ行こうとするとあー助けてー、お水がブヨーン、普通はそのままあの上をプル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 するというよりはなんかあのね奥の方に叩きつけられて大変なことになるっていう気がするんだけど、まあまあまあそんな細かいことをね言い出したらダメだよね、うん、ほらよくさバイオシックスなとかさなんかいろんな作品とかでさあの普通だったらこれ鼓膜が破れるよとかっていうシーンとかでも全然平気でへっちゃらでみたいなこともあったりとかするじゃん。はい、でこれ一応こうしといてで入れ替えます、でこうしとくことによって何が起こるかっていうとまあ内緒です。ちなみにこれさ酸素ゲージが非常に分かりにくいんだけど大丈夫かね。大丈夫だ、よし、なんか合ってんのか合ってないのか分かんないけど、これちなみにこっち行ける、こっちは行けないですね。はい、じゃあこっち行こうか。この上のところにアイテムとかまだ落ちてないのかな、うん、ほらなんかよくさコンテナの上とかにあったアイテムがなんか拾いないとなんでどうなってんだって。 We have to move fast. We don't have long. それに関してはねまあ仕方ないよねっていうことで、あ、でこっち行ったらあるか、なるほどね、こっち行くんだな。でもその前にちょっとここの中のアイテムを拾いたい。あ、敵いたっけ、敵はいない、シャッガーいいね、ピン、あ、いっぱいある、いっぱいおっぱい、ちょアイテムパン、まだあるな、ショットガン、ショットガン、あ、ショットガンいっぱいある、あ、おててー、あ、ちょっとフォーこういよって、まだ、あ、あったあった、足元、オッケー、これで全部だね、マシンガンいいね、マシンガンやっぱ重宝するな。あれでもエレベーター行けんのかな、エレベーター潰れてるんじゃなかったっけ、なんかそんな気がしてたけどな、だよねだよね、うん、だこっちへ行けないから他の出口を探そうってことなんで、あれさっきこんなことがこんなところあったっけっていうところからね行こうと思います。こういう何もないところだと操作がまともにできる、なんか敵が出てきた途端ねなんか操作性が難しくなってっていうのが、やっぱあの処理落ちとかそういうそこら辺の問題とかもあるんだろうね。これはハンティアー、さあこっからがちょっと大変になる可能性があるんだよね、可能性、はい、喋れてる可能性があるんだよね。よいしょー登ります。これ下なんかあったっけ、あ違う、下に行かなきゃいけないんだ、あそうだね、あなんだサンシャイン行けたって鍵がないからダメだ、こっちは下行って、あっちじゃあこれ来たところだ、間違えた、これ振り返れない、はい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 、ごめんね、これとこちゃん、よし、じゃあ下降りていい、で、あ、なんか落ちてる、やった、しょったまー、
鍵外しで、一旦ちょっと呼吸を整えます。いいなぁ、なんかこんなスイスイスイス泳ぐことができる力があったら、なんかもう世界大会優勝できそうだよね。え、聞こえるんかい。え、大丈夫そんなの。そうなんだね、海って防ぎようがない。今回も防ぎようがないかもしれない。さあ、We'll contact you soon. Don't die in there. Chris out. Chris is out. Chris is out. こっちか。歪んでしまって開かないわ。俺の性格と一緒じゃん。俺の性格歪みすぎて。ね、ダメだっていう。おーわわ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 。酸素がなくなるからやばいんじゃない、こいつに絡まれるとね。ということで、こっちから。こっちだったな。あー、でもこっちも行った方がいいんだけど、違うとこも行った方がいいんだよな。よし、OK。で、こっち下っ端は特に行く必要はないよ。確か行けなかったよ。てかないよ。普通に。あ、だよね、だよね。OK、OK。で、ここは？あ、ここあれだ。さっき戻ってきた。そう。で、こっちで、まあ、ちょっと絡まれる覚悟で行きたいところがあって、ここなかったっけ？まあ、そうだよね。ああ、よかったよかった。よし、よし、ちょっと行った。ショットガン3発か。なんか、そこまで回り道していくようなあれでもなかったかもしれないね。オープンセサミ、やばい、目の前にいる。ああ、ですよね、絡んでくるよね。ああ、ちこいつメスじゃなかったっけ？なんだ、メス同士でも発情すんのか。で、ふわーっと浮いてるけど、ファッファッファッファーって。で、こっち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 。で、下降ります。で、さっき行こうか。そんなクイックレスな動きができたら、本当にもう世界大会どころじゃないよ。なんか銀河系で優勝できるような感じ。よし、オッケー、戻ってこれた。ふいー、大変でございましたね。皆さん、お疲れ様でございました。降ります。あー、ちょっと待って。ここもこうなってんのかよ。大変だね。おちょっと待って、会いたくない、会いたくない。一旦回復。あっちにマシンガンの弾があった。マシンガンの弾欲しいところなんだけど、まあちょっと今贅沢はしてらんない。いる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 、ムシ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 。あ、でもさ、電撃グレネードがあるから、それをぶちかませてもったいないもんな。超もったいないもんね、そんなことしたらね。あ、こっちにいるのか。ショートカッツで開けて、すごいね。全然前回以前までのパートだとさ、普通に地上を歩くことができたところがさ、全部海に沈んでそこを泳いでいくっていうさ、なんかステージの使い方がうまいというか、そんな感じするよね。オッケー、登っていって下の方で、これ泣いてるふわんふわんっていうのはどうやって声出してんだろうね。わあ、そうだ、これ最短距離で登っていかないと、最短距離で登っていかないと、変なやつに絡まれる、変なやつに絡まれる、変なやつに絡まれたくない、絡まれたくない。よし、オッケー、ここまでクリア。もう絡まれる心配はないと。そんなはずだった、確かそんなあれだったはず。オッケー、よくこんな重火器を持ってるの。 This is Chris. Are you all right?Chris! Yes, we're fine. But the ship is sinking fast. やばいやばい。沈没する。近海。Rendezvous at the ship's hall. じゃあ向かいましょう。Roger. We'll be waiting. I'll be waiting. Okay. See you soon. Chris out. こっち戻るときさ、例のやつまたいるんじゃない？あ、ハンドガン。こっちだ。生き返ってんじゃない？生き返ってるけど、増えて。あ、違うわ。そもそもがあれだ。わあ、いるねー、いるねー、こっちー。骸骨みたいな顔してんな、ほんと。骸骨に髪の毛生えましたみたいな。ああ、やばいやばい、危な。どうせならパーカーに絡んでいいよ。オス好きだろ。オスに発情しなよ。よし、オッケー。登ってー。お尻が見たいけど、お尻が見たいけど、ウエストポーチがプルンプルンしてるくらいしか見えない。オッケー。あったちょっとでも貴重。ちょっとでもライフルは貴重。ダメージ3か。で、ダメージ4。いいね。ファイアレイト3。
ファイアレート3ダメージ2だからこれを3に変え、そろそろちょっと新しいのが欲しいな。ダメージ4にしてインファイター、ファイアレート3は、あ、なるほどね。いいね。連射速度は3倍に。違うよ。こうだ。で、0.94 で、他、いいよ。そうね、4メートル近いやつと、これを使うわけがないっていうね。他、特に使えるあれはないかな。バースト4、3発持ち込んだら大変なことになっちゃうからね。っていうところかな。OK! よし。めっちゃ揺れてる。ねえ、カジノの監視カメラ何か売ってるのか。で、オープンセサミ、あ、あ、そうか。はい。いや、カジノに到着して、こんな経過をしてるんですか。俺の左腕どこにやった貴様。で、男が現れましたね。って言ったらもう誰かって正体バレちゃったけどね。ベルトロ。クソテロリストのお出ましか。いや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 。うんこテロリストでございますよ。もうちょっと丁寧に言っていただけない。あ、すげえ、100% だ。え、マジで？あれ、撃ったっけ俺、そもそも敵。撃ってない気がする。銃を一発も使ってないんじゃないか？ねえ。今回は短。まあいいや、はい。まあ無事ね、クリアすることができたんで、一旦ね、パートこの辺で区切らせていただきたいというふうに思います。ぜひね、次回もチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちいただけたら幸いでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。